え？あ、はい、シェリフです。青さん切りました。はい、よいしょーす。よし、頑張ってこうねー。いやー、引きたかったなー、崇拝者。あ、シェリフか。うぃー、天才。ナイスエボー。ナイスー。エボー。エボ。今までありがとう。キッチン触のらフないライで。パン、キッチンのフライパンの上あ、に。嫌な事件だったよね。日田京さんね。はいはい。まあ、ダウンロードしつつかな。余計なルート通ってきている。停電になった瞬間ぐらいか、入るの。どーん。ええ、どういう意味でそれ。あざす。こういけるかなと思ったけどな、惜しいか。ダイナジンさんに入ってるやつは何なんだ。怖えな。ゆず、今回のインポスターさんはあれですね。多分ちょうどくらいに押したがる人ですね。ということは、キルクールがたまるタイミングで貨物にいれば速攻で直すことができるという、あれなんですけれども、まあもう間に合わないね。3ここだっけ？ 4 こっちか。4いたっけ？天才か？ 5 ここら辺？まあ見てないけど。こっち。あ、惜しい。こっちか。うん、殺されなかったな。ゆずさん。トルンさんは無理でいるな。どう。はい。はい。はい。シャワー室の。ベントにつながる、メインから入ってベントにつながるその一直線あるじゃないですか。あそこにあってるベントの、じゃベンチの上側に死んでます。はい。どっちからどういった発見出たり弾けるとか。メイン、エンジンからメインの扉を開けたときにゆずちゃんとすれ違って、そのままメインを抜けてまっすぐシャワーに行って発見です。ああ、じゃあ、タクヤ目線でゆずさんが多分そこは届かない気がする。ギリギリ前、多分エレキにいたのをゆずさん見ていて、その左に抜けていってるっていう時系列だと思うんで。シャワー寄る時間がないっていう。うん、いいですか。はい、どうぞ。あ、いや、死人があって、テラジ、結構序盤にテラジーさんと東で、タオル集めをしてるときに、ピョンキツさんがシャワーの奥の方に入っていくのを見てます。はい。で、僕タオル終わった後、メインエンジン、今宿舎前の扉開けようとしてるとこまで行って、ゆずさんとエレキとエレキの合流のところで合ってるんで、ゆずさんは無理です、僕視点。了解です。ゆずさん。はい、ゆずさんから、左側にいる人は全員弾けると思ってて、線路からも青さんは弾けます。はい、僕から線ちゃんが弾けます。どこで弾いてる感じですか？コミュニケーション通路で合ってる。僕はコミュニケーション中のダウンロードして、その前にキッチン脇で、展望のゴミ捨て、ベントタスクと、キッチンのバーガーで12丁閉まって、コミュニケーションダウンロードで終わって出た時に、センちゃんと合流で停電直そうと思って最終展望。タクヤさんから取るのは無理でいいですよね。エレキはい、タクヤ取るんで無理。総合ゼロだと思います。無理だと。ヒダキョウさん、リッカさん、テラジーさんあたりかなと。ヒダが、停電だった後にタイミングがトイレのところにいて、そのままアーカイブで、アーカイブ入ったところで停電直ったんで、そのままアーカイブ残ってるって形ですね。で、直してくれたの誰ですか？日課です。直してない。あ、OK です。日課は貨物で、日課さんとは貨物でチロッと見たかな。はい、その前から見たかな。バイトあたりが一緒だったかも。
うん、そうですね。僕視点、飛騨橋めちゃめちゃ厳しいです。ああ、そうなの、飛騨橋君視点は立花さんがどういう風に来たか分かんないけど、まあ多分厳しいんじゃないかな。バイタルで見た覚えあるし。あと、テラジさん最終どこですか？最終アーカイブです。おー、対抗ジョン。ちょっと喋る喋る喋る喋らせて。全然いい、全然いい。バカ怪しいな。キル重ねるんだったら20秒ぐらいで停電を押す俺は。ほら来た。ナイス。どん。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいよ。あ、僕、うん、めちゃくちゃ事件の近くにいて、そうね。事件が起きたんですけど、シャワールーム、何、ちょっと待って、ごめん。メインホールで沸いて、シャワールームでタオル集めて、ゆずさんが、シャワーヘッド、なんか、ドゥクシドゥクシみたいな、タスクやってて、でそれを見送った後に、ぴょん吉さんがシャワールームからメインホールの方に行ってるのを見て、東さんとタオルを入れ、停電が鳴ったので、アーカイブに行ったら、東さんがアーカイブの真ん中ぐらいでいて、扉、リフトの方に行こうと思ってボタンですね。シャワーからメインってことはないもん。いや、多分違って、それ多分、これはアーカイブでした。多分、左じゃないですか、見てるのって、アーカイブで。そうですね。で、僕、そう。僕、言おうと思ったんですけど、アーカイブでその停電が開けたんですけど、下からテラ D さんが来てました。ああ、じゃあ、飛騨橋さんです。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。ぴょん吉さん、シャワーからメインって言いました、今。ぴょん吉さんがシャワーからメインに動いているのを見ている。扉閉まったんで、メインホールに行ってると思いますよ。はい、じゃあ、もう、そこ、テラ D さんとナルさんの対抗じゃないですか。うん、いや、違うと思う。テラ D さんの死人の、なんか、ズレがあると思いますね。テラジーさんの停電の、鳴ったタイミングと開けたタイミングってどのくらいになります？シャワーの最後にまとめるところ。ちなみにピョンの下位置がメインだった場合は、ゆずちゃんも見つけてそうだよね。そう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 、うん、だから多分そこが対抗にはなりえない、うん、多分あれじゃない、動き自体は合ってるかもしれないけど、まあ、停電のタイミングから直そうと思ってそっちに引き返したパターンあるんじゃない、テラジーの。あー、確かに。だったら、テラジーさんよりも東さんの方が怪しく見えます。テラジー東抜いたかな、どっちにしろ。で、立花さんは大丈夫なんですか？そう、立花さん弾けないと思うんだけどな。飛騨橋さんが弾いてたけど、俺は弾けないと思うよ。まあ、多分、まあ、そっか、ベントが残るか。うん、弾くないとは思うんだけど。貨物に置いてってはいるんで。難しそうではあります。僕視点の話。はい。いいですよ、どうぞ。あ、なんか僕の話すると、テラジー東ピョン吉でシャワーに行った自覚があったんで、テラジーさん、なんかピョン吉さんがそこで死んでるならテラジーさんそこでやんないかなと思ったから、弁当とかなんか濃厚かなって視点は思ってました。うん、テラジーより立花さんのこと追ってる。あ、まあ立花さんかどうかわかんないけど、まあ結果的に立花さんとかそこら辺になりそうかなって。けど立花さん以外で手で直せる人いないんだから、立花さんが直せるわけですよね。うん、でしかもそしたらやっぱり厳しいと思うけどな。露骨なラインに見えるな。切っちゃおうかな。いや、切っていいと思うな、盤面整理するんだったら。うーん、あー、でも今回崇拝してるからダメだ。 CO してから切んないとダメだね。やべ、ミスった、最悪。うわー、間に合った、これ。おい、はい、寄せました。テラジーは停電前には見てるんだもんね。見てる、見てる。だよね。あ、ごめんね、私が言いたかったのは、東さんもぴょん吉さんがシャワーの奥に行くのを見たって言ってて、ちょっとその時系列だと、私自身もぴょん吉さんをあのガンガン、シャワーの奥のガンガンするタスクのところで見てるから、ちょっと時系列的に東さんとの死人にズレがあるなと思ってるから、東さんを一番疑ってます。あ、ね、厳密に言うと、僕あの時貨物脇かな、貨物脇だったんですよ。で、貨物ラウンジで配線やって、アーカイブシャワーって入ってきた時に、シャワーの奥行った時に
カンカンやってタオル返してほしく戻ってきたら、テラジーさんが覚え芸の入力するとこから出てきて、はい、でその2人とピョンキッスさんがすれ違ってるはずなんですよ。で、あ、まあいいや、はい、でかつ僕が最終的に、これはゆずさんも多分認めてくれると思うんですけど、僕宿舎前のところまで行ってるんですね、うん、だからピョンキッスさんって結構早い段階で死んでるんですよ僕目線。え、そんなことはない。そうだね。そうそう、いや、そうですよね。え、テラジー、え、待って待って、テラジーさん視点って東さんの今言ってることって何も違和感ないんですか？いや、なんか時系列がおかしいと思います、僕も。え、ピョンピョンキッさんとじゃあ、テラジーさん、ピョンキッさんすれ違ってないって一緒でいいですか？あの、シャワーの奥に行っていないんですけど、その、おかしくはないんだよ。どっちにせよこれ、ローラーとかはできないですよね、僕が入る限り。いや、違う、テラジーの視点があって、視点、てか、そのテラジーの見てたものが本物だったときって、立花さんが間に合わない位置にならない。いや、立花さんそもそも停電直して弁当使って殺してっていうのはやっぱり僕厳しいと思いますよ。だからテラジーの信号間違ってるか、立花さんがやってる場合は多分ね、停電直してからの時間はね、僕からもないって言えるから、直す前にやって直しに行ってる。あえて言うとごめん、停電が直る1秒前にバイタル見て、その時は死んでなかったです。あ、ほら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 、え、今だから私目線は東さんです。それって治ってから結構時間経ってないですか？エンジンからバイタルからエンジンまで行ける時間があるってことですよね、うん、それ結構5秒とかそれぐらいだから、立花さんこれキルできる時間結構あると思いますよ。だから立花さんはキルできないと思うっていうのは私してる。じゃあゆずさん目線、僕って無理じゃないですか？え、なんで？私はでもバイタルからエレクで1個タスクをやってメインに上がってるから、別に全然時間はあります。いや、逆にできると思うけど。なんか僕が言うのもなんですけど、僕できるくないですか、うん、そしたら。直した後、全然時間ありますよ、ね。ちょっと話が聞くんだけど、そうなると。いや、白い今の。今の証言白すぎやろ、どういうことや。白すぎるやろ、今のは。どう考えても。いや、これ行かんほうがいいな、東さんいるから。上かな。え、やばい、怖っ。あ、でも殺されなかった。押しに来ないの？あー、終わんなかったこれ今。うん、おい、ナイスでーす。ごめんなさい。ごめんね、私が立花さんを弾いたのはそのバイタル情報があるんだけど、私自身がピョン吉さんをシャワーの奥に行くのを見てるから、ピョン吉さんが覚え芸死ぬほどミスってるとかじゃないとそこで死ねないと思ってる。立花さんが停電を直した後弁当でとかだったら。え、ゆずさんって、え、でも、え、ゆずさんってコードキャラ聞いていいですか？メインシャワー、メインエレク、バイタル、エレクメイン、エンジン左、うん、え、じゃあピョン吉さんね、マットかもしんないな。やっぱピョン吉さんめちゃめちゃ長い時間シャワールームいたことになるよね。なんかそう、違和感するなんだよな、そこ。いや、これ荷造りしてんだろう。あ、立花からもう今東寺地割と白いなってだよね。聞こえてるんで。なんかゆずさんの死人ってメインシャワーメインの時にピョン吉さんがシャワーの奥に入ったって言ってるじゃないですか。入った死人だと思って。自決歩くね。そう、だから自決がかなりあるなって。ゆずさん目線で、うん、あれバイタルでどのタイミングで死んだって言いましたっけ、ごめんなさい。停電が治る 1,2 秒前にまだ死んでなかった。か、だから治ると同時ぐらい死んでたかなっていうことだよね、多分。あ、だったら、だからテラジー自身の視点は合ってたってことだよ。うん、僕あとナルクに来たかったんだけどさ、あの、はい、メインからさ、あの、例えばアーカイブに行くルートでシャワー通った時ってさ、死体見つかる？あ、いや見つかんないと思う。俺タオル拾いに行った時に見つかってるから。シャワーの真ん中ちょい右ぐらいですよね、話聞いた感じだったら。位置やっぱりおかしいと思ってて、その位置だと、あの、覚え芸やの覚え芸をやってるのを見てそれを置いてきたんですよね、ゆずさんとかいろんな人が。覚え芸は見てないですよ、私は。そっちの方に行ってるのは見てるんですよね、うんうん、でそっちの方に行ってるのって、一回貨物行って覚えゲーして戻ってきて覚えゲーを入力する、もしくはカンカンをする以外に行く必要がないと思っていて。ないですね。そうだからやっぱり行動がおかしいのか、もしくはナルさんのセルフ
で一偽装がゆずちゃんまでずれてる。いや、うん、全部多分一偽装も加えての多分セルフになっちゃう、なるくんの場合は、うん、なんで俺こんな死に合わないんだ。うん、とかピョンキさんは完全にタワールーム残りすぎなんだよね、なんか聞いてる話だとか、うん、いや中にメインシャワーしてるってこと、メインシャワーの反復横跳びしてると思う。はいはい、はい、いやけど反復横跳びするにしたらちょっと時間足りるのかな、おかしいと思うけどな、話聞いててなんか合わなすぎてて、自決から追うのって危険じゃね？なんか危険すぎるけど、いやでもあの下手に釣るよりはマシ。いや俺はこれでいいと思うよ、落ち着けとこうぜ。いや自決だと思うよ俺は。全員白く聞こえたよ、死に合わなすぎだもんどう考えても。だって東さんがそうですよねって言って、で合ってます合ってますからの寺地さん怪しいですっていう視点もおかしいしね、それで言うと。俺東さん疑ってないもんな、まあワンチャンあるけど。はい、タスクが終わりました。あ、同じくあと1でタスク終わります。今回さ、そのピョンキさんの話ずっとしてる間にさ、めっちゃタスク進んでるんだよね、うん、ボタンがかなりいいタイミングで押されてるから。今ボタン押した人は結構みんな白く見てますよ。うん、わかります。マジ終わないんだけど。うん、大丈夫です、青くんはタスクがない人なんで。タスクあるよ。そうなんだ。そうなんだ。やったな。要はゆずちゃん視点で立花さん日田局まで難しくて、あれなら寺地東のどっちかってことで、うん、で寺地さんよりは東さんって思ってるってくらい、うん、ちょっと見つけたかったから。あ、でもう一回来て、ゆずさんってさ、ピョン吉さんをだいぶ最初に見てるってことですよね、シャワーに入る。だいぶ最初、まあ中盤ぐらいではあります。最初よりの中盤。え、メインシャワーメインエレキって言ってるんですよね。うんうんうん。で、そのシャワー、メインシャワーで、シャワーメインのシャワーメインの時に、シャワーに入ってくるピョンキさんを見てるであってますよね。そうですね。まあ、厳密に言うと、メインホールの配線をやってる時に、ピョンキさんも重なっていて、そこからシャワー方向に行く、私がエレクトリカルに降りるみたいな形で分かれてます。メインシャワーメインじゃないんですか？メインシャワーメインですけど、シャワーの覚え芸入力、カンカンタスクやる、で、そこからメインに行って、除染と配線やって、そこでピョン吉さんとすれ違う形でエレクに降りるって感じなので、まあ、序盤の序盤ではないです。中盤寄りの序盤です。中盤寄りの序盤。で、バイタル見て、もう一回メインに上がって、うん、エンジンの扉で僕と一緒に開けてますよね。そうです。いや、そうだよな。やっぱ、じゃあ俺目線にピョン吉さん多分2回シャワー入ってるわ。うん、だから私目線はシンプルに東さんとの死人がずれてるのって。あ、ずれてない、ずれてない。え、ずれてないと思いますよ。うん、え、そうなの。え、だってゆずさんとエレキがあった後、そこにピョンキスさんいたとかは知らないんだろうから、僕の話は通るとは思いますよ。違和感があるかもしれない。ダンユズが、ピョン吉を一回奥に行ってるのを見送った後に、東さんがもう一回別口でメイン方面でピョン吉を見てるってことになる。あ、そうそう。メラジーさんも見てるますもんね。そう、だから別に違和感あっても通りは。ピョン吉の動きが狂ってれば、二人からそういう見ててもおかしくないよねっていう人ですね、東さんは。もう分かる。だから、ちゃん言ってくれ。だからチャンユーズ目線だったら別にピョン吉の動きおかしいから東さん黒いっていう論は成り立つし、東さん目線だったら別にユーズさんに塗られてるわけではない、ピョン吉が変な動きしてるから、だからマットっぽいよねって議論はお互い目線で。今日は東だ、今日は東。そうなると人外がそうそうそうとはなるね、確かに。なんだろうなぁ。いやーこれ、いやーこのセンスのない、多分そろそろ来る、これ来た。おー早っ、分かってんねこれ。ボルンさん押すでしょ、カメラ消えたね。金庫あんだよなぁ。え？あ、はい、シェリフです。青さん切りました。
あ、プラスね、ヒダキョウが自決しててトルンさんがミーティングの奥で死んでます。あ、合ってる。で、ヒダキョウじゃない、リッカさんがバイタルで死んでます。だからバイタルと、あ、なんだっけ、ミーティングの奥で2キル。あ、リッカさんキルは青さんで合ってると思ってて、貨物の下側から来る青さんがいて、なぜかラウンジから切り返して僕のこと追っかけてきたので、うんうん、もうそのまま切っちゃいました。はい、実際ヒダキョウが自決したことから、トルンさんだけ考えればいいと思う。初手のピョンが、あ、トルさんの位置も分かってる。ミーティングの奥で、ヒダキョウくんがマットメイト実施点確定したことから、東寺寺はね、そう、東寺寺のどっちかなんだけど、どっちかというと東さんの話の方が怪しいなってくるかな、ゆずちゃんの初手の話から。え、待って、誰キルを詰めればいいのこれ。トルンさんキルだけで大丈夫。あ、じゃあ寺爺さん多分届かないですよ。ありがとうございます。ってことで僕はセキュリ、あの、はい、テレビチームでほら、セキュリティのテラジーさん、いや、僕は釣るんですけど、俺、一言も間違ったこと言ってないんですよ。ありがとうございます。え、マジで、マジで一言も間違ったこと言ってないんですよ。テラジーさん、テラジーさんと、うん、テラジーさん覚え家から出てくる、僕がカンカンから出てくる、そこでピョンキスさんと合流する、合流がすれ違う、で、タオル入れ終わったふりして、うん、もう一回下降りて右でピョンキさん切るだから間違ったことは言ってないんですよ。なピョンキチさんの動きが、ピョンに聞こえよ。うん、そうやね。ピョンに聞こえよ。あ、今もう言っていいよ。ピョンキチさん、ピョンキチさん、もう言っていいよ。いやいや、僕悪くない、僕悪くない。僕悪くない。どういうこと？何があったの？何があったんだこれ。何があったの？いや、そもそもの、バイタル情報多分間違ってる。サイト。嘘だ。僕停電前に死んでます。そう、停電前に死んでますよ。あ、そう、僕停電よりだいぶ前に死んでて。あ、そうなのか。なんで僕がなんか停電後に死んだことになると、なんかよくわからないことそう人ことをしてる人になるんですよ。停電って2回やりましたもん。いや、あとゆずさん合流したのはだって僕停電押した瞬間ぐらいにゆずさんと合流してるから。すごバイタル情報どころか死人がずれてます。いや、あの、まあ別に死人はそんなにずれてなくて、だ僕とだ東さん、東テラジーと僕がなんかシャワーメインの入り口ですれ違って、僕がカンカンタスクして出てきたらなんか東さんに切られたみたいな感じで、そっからしばらくして停電が鳴ったから、まあなんか僕の移動系の時は別におかしくないんだけど、停電鳴ったタイミングがとなんか死亡時刻がおかしいから、なんかこいつ何してたんやずっとみたいな感じでなってて、自爆割れて、なんでだろうってちょっとなんか泣きそうになりながらアイス食べてました。